こと、ローレンス・バンコット・ニーブンは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。代表作は、リングワールドで、ヒューゴ賞、ローカス賞、ネビューラ賞を受賞した。大胆なアイデアのハード SF を得意とし、しばしば推理小説と冒険小説の要素もある。ファンタジーとしては、魔法の国が消えていくを代表とするシリーズがある。ニーブンは、 石油王エドワード・エル・ダヒニーの子孫である。カリフォルニア工科大学にも通ったが、カンザス州トピカのウォッシュバーン大学で数学学び1962年に卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で数学の修士課程で1年だけ学んだ。以降ロサンゼルス近郊に住み、専業作家となった。 同じく SF 作家のマリリン・ジョイス・アイソワティと1969年に結婚した。ニーブンは非常に多くの SF 短編、長編を表している。デビュー作は、イフ氏に1964年に掲載された短編、一番寒い場所。代表作は、リングワールド。この作品で1970年度のネビュラ賞、長編小説部門。 1971年の、ローカス賞長編部門とヒューゴー賞、長編小説部門を受賞している。また、中世紀星では1967年のヒューゴー賞、短編小説部門を受賞し、1972年には、無情の月でも、同賞を受賞した。1976年には、太陽系辺境空域で、ヒューゴー賞中編小説部門を受賞した。 ニーブンは、ラントオブ・ザ・ロストやアニメ版スター・トレックなど様々な SF テレビ番組の脚本を書いている。また、アウター・リミッツでは、無常の月がドラマ化されている。ニーブン作品の一部は、ノーン・スペースを舞台としている。このノーン・スペースで、人類は10を超える異星人種と太陽近辺の星々を共有統治している。中でも、クジン・ジュニア。 ピアスンのパペッティア人はよく登場する。近年はジェリー・パーネルやスティーブン・バーンズらと共作している。また、グレッグ・ベアの長編、天空の豪華のローレンス・バンコットはニーブンをモデルにしている。リングワールド地球の高天軌道とほぼ同じ直径の巨大な環状の構造物である。ニーブンがダイソン玉を効率化しようと考えて生み出した。 回転させることで疑似重力を発生することができる。回転するダイソン玉の場合、回転軸と赤道付近では疑似重力に大きな違いが生じるため大気が偏ってしまうが、リングワールドであればそのような問題はなく建設に要する資材も少ない。後にリングワールドは力学的に不安定であることが指摘された。 一度リングの中心が構成とずれてしまった場合、構成の重力によってずれが大きくなっていく。ニーブンはこれを続編、リングワールド再びのプロットの要素とした。イアン・エム・バンクスはこれを発展させたオービタルというより小さな構造体を小説に登場させた。アレステア・レナルズも2008年の小説ハウス・オブ・サンズにリングワールド的構造体を登場させている。 オリジナルのマジック、ザ・ギャザリングには、ネビニラルの円盤というカードがあったが、ネビニラルとは、ラリー2番を逆に綴ったものである。これは、魔法の国が消えていくのシリーズに登場する、周囲のマナを消費し尽くして、魔法を無効化する回転する円盤が、アイデアになっている。2007年、チェリーパーネルを代表とするシグマという、SF 作家集団が、 アメリカ国土安全保障省に対して今後のテロの傾向などを予測するといった助言を行い始めた。これにニーブンも参加している。ニーブンはロナルド・レーガンが戦略防衛構想を立案する際のアドバイザーだった。このことは BBC のドキュメンタリーパンドラズボックスで明かされている。 スーパーマンの子孫存続に関する考察でニー分は、スーパーマンと人間の女性がこう持つことの困難さを、現実世界の物理学の範囲で解説している。リングワールドシリーズリングワールドコンパニオン、シリーズエドワード・エム・ラーナーと、強調マン、歌人ウォー・アンソロジーマン歌人小説・インフェルノ、シリーズ・モート、シリーズ・ゴールデン・ロードシリーズ・スティーブン・バーンズと、 協調ファンタジーグレゴリー・ベンフォードと協調。ありがとうございます。